はい、ピースクでサクスペやっていきますということで、今日はですね、天才確定が来ているので、ちょっとまあ注意喚起というか、はい、まあ、知ってる人多いと思うんですけど、はい、使うとこもう1個しかないので、はい、その紹介をしていきたいと思います。はい、でまあフリートです。天才使ってほしいのは、はい、まあ、理由としては投手が今最強環境がフリートなので。フリートで使ってくださいっていうところのみです。はい、になっております。はい、で、シラスなんですけど、使ったら積みます。はい、使ったらもう船長ループできなくなるので、サクセスできなくなります。はい、なので、天才覚醒してもだいぶやばいので、野良でね、はい、戦力基礎値をね、12ずつ上がると、3の倍数で1上がるので、4ずつか3、4、12なので、はい、ミート、パワー、走力、肩、守備、補給、6ですね、しかもさらになので、まあ、4×6 で、24、成長力上がってしまうので、はい、だいぶ積みます、はい、かなりね計算してやってでも相当きついので、うん、なので天才を使わないでください。最初全然船長っていうか抜いてくれる人が全然いなくなって、かなりやりにくくなります。はい、なんでまあ千丸厳選するのはいいんだけど、天才で能力を直で上げちゃうのはだいぶシラスはね、シラス天才使えない高校なので、はい、やめてくださいという、はい、まあそれだけなんですけど、なんでこっちで使ってくださいっていう感じでございます。はい、こっちは特に能力の影響ないので、はい、普通に、しかも投手の方がまあ、どうなんだろう、能力上げの恩恵って大きいのかな、わかんないけど、はい、まあ、ワンチャン千丸とか来たらね、うん、ちょうど虹谷、まあ多分虹谷来たタイミングなので、虹谷使って、更新してくださいっていう意味で、まあ、天才と、まあ、招きとカロバも来てるんですけど、はい、使ってくださいということだと思うので、はい、まあ、そこをね、まあ、知らない方いるかもしれないので、はい、一応注意喚起として動画撮らせていただきました。はい、って感じですね。まあ、以上です。はい、なので弾けた人も弾けなかった人も、はい、快適なサクスペライフをお過ごしくださいということで、はい、快適なサクスペライフってなんやねんって感じですけどね。はい、ということでピースの日常お過ごしください。バイバイ。